も安西勝吉純一です。いや、思えば今回が初めての式典ということで、まあ9月10月は式典ではないですけれども、帝国の方に参加させていただいて、いやもう11月ですね。11月も終わって3ヶ月、早かったですね。楽しかったです、本当に。いや、最初はお好み焼きを焼くところから始まって、次は帝国メモリアルなんですね。若杉純一のあの例のギャグが生まれた問題の10月、そして11月でこの初めてちゃんとした式典に参加させていただいて、いや、式典っていうのはいいですね。終わった後にこうとっても清々しい気持ちになりましたね。まあなんかこういうコメントとか慣れてないのでどう締めていいのか分かんないんですけど、そうですね、楽しかったです。ただ本当にそれだけですね。こんな感じでちょっと失礼させていただきます。安西勝吉純一でした。ありがとうございます。はい、今井 L 純一でございます。今回の第14帝国の式典に参加をさせてもらいまして、なんですかね、すごい楽しかったなと。他の感想と言われても困るぐらい楽しかったなと、そんな風に思っておりますが、本当なんか、リッターの皆さんや、市民の皆さんに支えられて、なんか楽しい式典になったのではないかと、その中にこう参加させてもらえてすごく光栄だなと思っております。今何秒でしょうか？そうですね、寒くなってきますけども風邪など気をつけてこう元気に生きていってもらえたらいいかなと思うんですけどもね。そんな感じの、メッセージを僕は個人的にここで込めつつ、今回の式典の、感想としたいと思います。ありがとうございました。どうも、イビキジンです。この2日間、紹介にとっては初めての式典でありまして、とにかく緊張しました。心臓がバクバクでした。そんな中でも、まあ、順位図をみんな、そして主役である若杉中尉がいて、で左官、召喚の方、そして元帥の支えがあって、無事を得ることができました。多少寛大とかっていうシーンはちょっとあったかもしれませんが、自分の中では納得のいくものになりました。順位という階級で、まあ、上官の方しかいない状態ですが、まあ、その中でもそのセリフの少ない、出番の少ない中でも、まあ、市民さんの、目の中に、少しでも残っていたら初夏は幸せ者です。またこの11月の式典が終わりまして、12月22日の、黒崎蓮の一番赤い日が、召喚も参加させていただくことになりましたので、ぜひ来ていただけたら、とても嬉しいです。12月、まだ台本を見ていないので、召喚がどのようなセリフ、どんな場所にいたり、どんなアクションをしたりとか分かりませんが、まあ少しでも、あ、頑張ってるなとか、あ、失敗しちゃったなとか、何でもいいんで、その目に留めていただければ光栄です。以上、伊吹純一でした。聖津部一平純一であります。
今回も、いや今回もなんですけど、とにかく最初から最後までもうやらかしました。もう全リッターさんにもう、いや本当本当すいません、もう皆さん本当すいません。はい、もうとにかくもう皆さんにアドリブで助けてもらったり、あとは迷惑をかけたりで怖かったりなんだりかんだりですけれども、でもちょっと待ってください、そのいろいろと緊張することになった原因の一つなんですけど、もうプリキュア卒業したんですけど、プリキュアを急にやったらどうかとの話でちょっとプリキュアのポーズをやったんですけど、僕ダンスとかもう全然ダメなんで、ちょっともうたった一言二言がもうそりゃそりゃもうそりゃもうそりゃもう緊張しましたよ。うん、緊張しました。もう長文を読んでるリッターの方々がもうちょっと神様クラスに見えるぐらいですよ。だって一言二言ですよ、一言二言で緊張するんですよ。はい、もうでもそれを乗り切って、いやまあミスったかもしれないですけど乗り切って今に至るわけで、僕は実は満足してたりするんですけど、うん、いや満足はできないです。しっかりとやってやりたい所存であります。でも、うん、とにかくです、今回の式典でとにかくいろいろなことを学びました。あ、とりあえず今回の式典はもういろいろな、おやと思ったとこは、僕が出ていなくても多分召喚の責任なので、あ、やったんだなみたいな感じで思ってくれればと思います。召喚しっかり者の勇者とかやりたかったんですけど、なぜかプリキュアやれって言われたんです。はい、そんなこんなですが、てかプリキュアとか回されちゃうような人ですが、しっかり者になりたいんですが、とにかくしっかり者になります。なりたいですどころかなります。はい、そんな末継純一平でした。はい、末継純一平でした。末継一平。準備だ！拍手！